はい、グティーバルンカンパニーのカネさんです。いつもありがとうございます。 Thank you everyone。 子供たち元気？今日はキャンディースティックを作ってみたいと思います。ね、これヒイラギもついてるでしょ。それではとっても簡単なのでみんなできると思うよ。はい、頑張って作っていこうね。それではこれはここに置いておきましょう。よいしょ、よいしょって言ってるよね。はい、 OK。4本の風船を使います。4バルーンズ、スティックが white and red、 それからヒイラギと、これヒイラギの赤いね、赤とグリーンです。それでは早速いってみましょう。まずホワイトから、ホワイトを膨らませていきます。膨らます長さはこのぐらいです。見えるね、このぐらい。赤も膨らませていきます。まあ、ほぼ同じぐらいでいいと思います。どれぐらいでしょうか。まずホワイトとレッドを揃えます。そしてこのぐらいちっちゃい丸を2個作るので同じ長さになるように、まあ大体でいいのでこうやってやります。で、関西のやり方はこれをちょっと首を使ってピンチを作るんですけど、親指をここに当てて引っ張っていく、ぐーっと引っ張る、で巻いていきます。2回ぐらい。この白も親指を当てて、まあ人差し指でもいいんですけど、ぐーっと引っ張る、引っ張っていく。そうすると2つ2個のピンチができますね。これでいいです。これをちょっと硬いので柔らかくしてツイストしていきます。右利きの方は持ち上げる、送り込む、持ち上げる、送り込む。持ち上げると、僕の場合はね、いろんなやり方があるんだけど、ちょっと綺麗なツイストができますので、これをやっていきます。持ち上げる、送り込んで、持ち上げる、繰り返します。繰り返して。最後のところまで行きたい。ちょっとゆっくりやって、最後は、このぐらい。まあ、これはケースバイケースでいいので、やりやすいようにやってくださいね、子供たちね。こうやってやったら、これをピンチまた作るから、こうやってやってもいいし、で、これはもう最後ピンチ作ってもいいし、このままもう丸めてもいいから、ちょっとぐらい大丈夫だけ、心配しないでやってください。ぴったり揃うっていうのはなかなか難しいから、あんまし無理せんでいけね。こうやってカットしてもいいし、あやかったね。カットします。はい、これ、こう結んでいきましょう。結べんかったら、だからピンチだけだったら結ばんで済むから、どっちでもいいよ。お任せします。はい、できました。こういうスティックができましたね。これを、今、こう下に来たから、こっち側、最初にひねり始めたところを、こうカーブさせていきたいんだけど、どうするかっていうと、これをこう左手に持ちます。しっかりここ持って、これをね、いい、こうまずこうこの向きでこうやってやる、こうやって、で今度こっちだけじゃなくてこっち側も、こっち側も。これは僕のやり方なんで、自由に曲がるんだったら自由なやり方でいいと思うよ。やってやります。しっかりしっかり曲げていきましょう。しっかりしっかり曲げていきます。そうするとカーブしてくれる、ほらね。で、これでキャンディースティック出来上がりです。これちょっと置いておきましょうね。それから、赤い風船をこのぐらい膨らませていきます。これだからカットしてある、こういう風船を使ってもいいからね、 OK よ。で、緑の風船を膨らませていきます。緑は、まあ、これちょっと膨らましすぎかもしれんけど、まあ、このぐらいでいいですよ。これを結びます。これは結んでいく。あ、そうだね、結ばんでもいいかもしれんね。結んでもいいし結ばんでもいいと思います。で、結ばん場合はちょっと やっとこうか。子供結ぶの難しいけ、これまず丸めて1つピンチツイスト作る、持ったまま引っ張ってます。これ3つ作ります、ピンチツイスト。
真ん中引っ張ってこうやってます。こうやってます。最後にもう一個まあ引っ張って、しっかり引っ張る、こういう形ができます。これに緑を結びつけるだけでもいいです。どっちでもいいよ、ね、こういう感じになるでしょ。で今度はヒイラギの葉っぱを作るんで、葉っぱを1バブル絞って2で、こういうのを使ってくださいね。こうセンターに持ってきたりとかできるから。もう一個作ります。よいしょ、これで OK で、こうできたら、これを今度はどうするかっていうと、つけていきますね、これにね、キャンディースティックにね。こっち向きか、こっち向きじゃごめんなさい。こうつけますので、これをこっち側にぐるっと回していく、回していきます。回していたら、だいたいまあ一周するところがあるでしょ。そこを一回丸めていきましょう。で、こういうのを使ったらいいから、これでギュッと引っ張る、引っ張って寄せていけばいいと思います。で、これはもういらないのでカットします。緑で赤と一緒に結んでいきます。もういらないからもう切っちゃう。はい、皆さんから見たらこっち向きですね。こっち向きね。こういう感じで、まあ、これ整えればいいんで、こういう感じにできました。はい、キャンディースティックとっても簡単にできるので、クリスマスにぜひ、準備をしてください。それでは、レジストレーションプリーズ登録をよろしくお願いします。それではまた会いましょう。じゃあね、子供たち風邪ひかんようにね、元気でね。バイバーイ、チャオー、シーユー。